はい、どうも皆さんこんにちは、ナフタレンです。今回はですね、まあ結構久々にドッストン講座の方をね、やっていこうかなと思います。うん。で、まあね、結構何回か、まあレッドストーンについて喋ったりするね、動画を上げてると思うんですが、今回は、まああれかな、前のシリーズとかやったら、まあリピーターの使用とか、レッドストーンパウダー自体の使用とか、レッドストーントーチについての、使用について、話してたんですが、今回からは、またそれの少し応用となり、言いますか、まあ、まあよく聞くノット回路とか、アンド回路とか、オア回路とか、そういった感じの、なんていうかな、制御する回路っていうかな、まあそういう感じのね、部分の、説明となります。ちょっとだけ、まあ、難しくなるかもしれへんけど、その辺ご了承くださいということで、今回は、ノット回路についての、説明をさせていただきます。ノット回路、超簡単に、表すとこれですね。はい。今こちらのレバーが、これ、レッドストーンランプが光っているので、オンになっている状態です。で、これをオフにすると、まあ、こっちは消えるんですが、このトーチがついて、こっちの、レッドストーンランプが、光るよっていう、ものになります。で、まあ、これについて、簡単に説明しますと、まず、まあ、透明、まあ、ブロック、普通のフルブロック、ハーフブロックとか階段とかガラスとか葉っぱじゃない、普通のしっかりした、土とか石とか、木材などの、ブロックに、レッドストーントーチを、立てます。上か、横に立てます。こうなっていたら意味がないので注意してください。今回は横でいきます。はい、横に、ま、壁にこうついている感じで、つけます。そうしたら、このブロックに向かって、まあ、レバーを直接つけてもらってもいいですし、まあ、レッドストーンコンパレーターとか、あと、リピーターとか、リピーターですね。リピーターとかで入力してもらってもいいですし、あとは、重量感圧板とか、こういう日照センサーの類で、こう入れてあげても、一応信号が入れば、すべてノット回路というものは成立します。で、ノット回路、簡単に言うと、まあ、信号がオンの場合はオフになり、オフの場合はオンになるといった、単純な、話になってまして、今、これ、レバー自体は、オフなので、レッドストーントーチは、ついてるんですが、このレバーをね、オンにすると、こちらが消えると。まあ、あれですね、オンがオフ、オフがオンということで、あれかな、出力が、逆になります。入力した場合は、オンの信号を与えたら、オフの信号が出てきて何も信号を与えていないです。なので、オフの時は、オンの信号が、まあ、常時出されるといった、ものです。はい。で、まあね、案外その使い道ないんじゃねとか思う方も多いと思いますが、まず、このノット回路っていうもんが、もうほとんど、まあ、このノット回路の集まりで、他の、オア回路とか、アンド回路とか、まあ、結構いろいろね、使われるので、これはマジで基本中の基本なんで、覚えておかなければならないと思います。で、これ単体で使った、例としましては、ここに、鉄の扉が、ね、二つ並んでるんですが、まあ、パッと見ね、どちらもただの鉄の扉なんですが、こういったね、鉄の扉の場合、レッドストーントーチや、ボタンなどをこの辺につけるとね、パカッと開いて、通ることができます。はい。で、まあね、レバーとかつけられたら普通に開閉できるし、ボタンつけられても、まあ普通に開閉することができます。が、ノット回路を、まあ後でちょっと裏側を見せるんですが、ノット回路を挟むことによって、ボタンをつけて、ボタンを押しても、開かなかったりとか、リバーをね、こうやっても開かんとか、レッドストーントーチを立てても、まあ、開かないっていうね、こういう、まあ、回路、まあ、ぶっ壊された終わりなんですが、まあ、こういうね、使い方ができたりします。はい。で、仕組みとしましては、もう結構簡単で、こっち側も特に何の、まあ、ただ単にドアをね、ポンと置いただけなんですが、こっち側は、ここにね、ここが、まあ、
内側からというかドアを開閉するためのレバーになるんですが、このドア自体をこう設置するのではなくこう設置してるんですね。はい。で今これは実際、まあ、こっち向きなので閉まっている状態に置かれてるんですが、これをね下からノット回路、こうねノット回路レッドストーントーチを使うことによって、これが、まあ、こちらでいう、信号が来てる状態にしてるんですよ。なので、なんていうかな、してます。はい。なんで、なんていうかな、説が難しいけど、角度を90度変えてるんですね。なので、こっちの、これで表すと、だから、こう設置せんと、まずこう設置しますね。はい。こう設置することによって、オン信号を与えると閉まって、オフになるとまた開く感じになるんですが、これを常に、閉めておいて、必要な時だけ開けたいという場合なので、この下にね、レッドストーン信号を与えます。そうすると閉まるので、ボタンとかで、オンの状態は、オフのものにオン信号を与えると、オンになってパカッと開きますが、オンのものにオンの信号を与えても、結果何も変わらないので、まあ、ドアが開くことはないといった、まあ、結構簡単なね、まあ、ドアの角度と、ノット回路を挟むことによって、使える、まあ、ちょっとしたテクニックが、あります。はい、っていう感じでね、まあ、結構もうざっくり、簡単になんですが、ノット回路についての説明でした。ご視聴ありがとうございました。